夏目漱石作「ガラス戸のうち24」そんなところに置いたってよく今日まで無事に住んだものですねまあどうかこうか無事にやってきました私たちの使った無事という言葉は男女の間に起こる恋の波乱がないという意味で いわば常時の反対を指したようなものであるが私の追求心は簡単なこの一句の答えで満足できなかった。よく人が言いますねえ菓子屋絵奉公するといくら甘いものの好きな男でも歌詞が嫌になるってお彼岸におはぎなどをこしらえているところをうちで見ていてもわかるじゃありませんか。 こしらえるものはただおはぎをお重に詰めるだけでもうげんなりした顔をしているくらいだからあなたの場合もそんなわけなんですかそういうわけでもないようですとにかく二十歳少し過ぎまでは平気でいたのですからその人はある意味において講談師であったたとえあなたが平気でいても 相手が平気でいない場合がないとも限らないじゃありませんかそんな時にはどうしたって誘われがちになるのが当たり前でしょ今から振り返ってみるとなるほどこういう意味でああいうことをしたのだとかあんなことを言ったのだとかいろいろ思い当たることがないでもありませんじゃあ全く気が付かずにいたのですね まあそうですそれからこちらで気のついたのも一つありましたしかし私の心はどうしてもその相手に引きつけられることができなかったのです私はそれが話の終わりかと思った2人の前には正月の禅が据えてあった客は少しも酒を飲まないし 私もほとんど杯に手を触れなかったから研修というものは全くなかったそれだけで今日まで経過してこられたのですかと私は吸い物をすすりながら念のために聞いてみたすると客は突然こんな話を私にして聞かせたまだ使用人であった頃に ある女と二年ばかり会っていたことがあります相手は無論素人ではないのでしたしかしその女はもういないのです首をくくって死んでしまったのです年は十九でした十日ばかり会わないでいるうちに死んでしまったのですその女にはね旦那が二人あって双方が意地づくで 身請けの金をせり上げにかかったのです。それに双方とも老儀を味方にしてこっちへ来いあっちへ行くなと義理攻めにもしたらしいのです。あなたはそれを救ってやるわけにいかなかったのですか当時の私はでっちの少し毛の生えたようなものでとてもどうもできないのです。しかし その芸者はあなたのために死んだのじゃありませんかさあ一度に双方の旦那に義理を立てるわけにいかなかったからかもしれませんがしかし私ら二人の間にどこへも行かないという約束はあったに違いないのですするとあなたが関節にその女を殺したことになるのかもしれませんね。 あるいはそうかもしれません。あなたは寝覚めが悪くありませんかどうもよくないのです。元日に混み合った私の座敷は2日になって寂しいくらい静かであった。私はその寂しい春の末のうちにこういう哀れな物語を。 そのの年賀客は真面目な正直な人だったからそれを話すにもほとんど艶っぽい言葉を使わなかった。